つもこうだったな。匠がバトルしてるときは待っているときの重苦しい空気も一緒だよ。絶対勝ち目がないと諦めてるのになぜか勝っちまうんだよな。ランエボだけは相手が悪いって池谷先輩も賢治先輩もずっと言い続けてるけど、本当にそうなのかな。今度こそダメだって誰もが思った相手に勝ち続けてきたんだもんな。何の根拠もない考えだけど、あいつはエボ4に勝つかもしれない。限界ギリギリのスピードで突っ込んでうまく溝に落とせるかどうか一発勝負だ。うん、なんか俺いつもと違うな。近いぞ。すぐそこのコーナー手前まで来てる。正直言って俺だって半信半疑なんだ。本当にエボ4を抜けるかどうかなんてな。兄貴でさえ勝てなかった相手に他の奴が勝つわけがない。そう思えるだけさ。絶対勝てよ。俺とのリマッチをやる前にこんなとこでこけやがったら勘弁しねえぜ。八六は後ろだ。ここだ。
もうこの先はねえ。え？八六は消えた？なんだそりゃ。八六がコーナーの立ち上がりでエボフォーに追いついた。何が起こった？終わりだ。陰に疲れた。なんだ、解体や寸前のポンコツの知識なんて、その速さは何なんだ。とんでもないバトルだぜ。この後どうなっちまうんだ。どうにもならない。これで決まりだ。コーナーの入り口で八六が並んだ時に勝負は決まったんだ。もう一度抜き返すチャンスなんかねえ。なんてこった。つくづく思い知らされた。とんでもねえやつだぜ藤原匠。エンペラーの快進撃をアキラの八六が止めた。信じられねえ。あのライエボに勝つなんて。君より何か勝った気がしねえ。アキナだからか。勝負のポイントも水落としのタイミングも分かってたもんな。他だったら負けてた。すまん京一。俺が何に対して怒っているか分かるのか聖司。なぜ八六に負けたのか。お前はその理由を説明できるか。わからねえ。いくら攻め込んでも振り切れないんだ。ストレートで遅い八六がなんで食いついてくるのか、どんなテクニックなのか、さっぱり俺にはわからなかった。当然だ。バックミラーを覗くだけで何がわかるもんか。後ろについて走っていればもっといろんなことがわかるんだ。シミュレーション3で行けと言ったのはそのためだ。俺の指示通りに戦っていればこんな無様な負けはなかったはずだ。いろは坂の猿じゃねえんだから、ちっと頭使えよ。悪かったよ。これからどうするんすか、京一さん。これでエンペラーの軍マイルや全勝はなくなったわけだ。けどいくら悔やんでもこの一敗が消えるわけじゃねえ。気を取り直して次は赤城へ乗り込む。レッドさんですか。俺の本当の目的は高橋涼介だから、赤城で勝ちさえすれば俺の気は済む。俺が負けなければいいんだ。けど京一さん、アキラの八六は俺たちのメンツにかけても負けっぱなしで放っとくわけには。黙ってろ。そんなことはお前らに言われなくても分かってんだ。八六のことは任せておけ。一番頭に来てるのはこの俺なんだからな。それにしても昨日はいい気分だったな。今までであれほどスカッとしたことはないよ。俺あのエボフォーのちょんまげにさ、アキナゴのそばで八六なんてアウトオブガンチューってめちゃめちゃ言われたこと忘れてないよ。心の底からざまみろって言いたいよな。あ匠、気持ちいいだろ。自分でも気持ちよくなんかねえよ。え、それはまたなんで。ちょっと前から漠然と考えてたんだけどさ、昨日のバトルではっきり思った。アキナでやるのは嫌なんだ。もうアキナじゃバトルしねえ。待て待て、お前が何か考えるとろくなことねえんだから。アキナのどこが悪いんだよ。昨日のバトルだって勝ったなんて思ってないよ。気分的には俺の負けだよ。あ、タクミ、おい待てよ。何怒ってんだよ。別に怒ってねえよ。お前に宣言しても仕方ないけど、アキナじゃもうバトルしない。負けてもいいからアキナじゃないところでやる。そう決めたんだ。また。
ニシャル D。 イニシャル D。 お、いたいた。おーい、たくみ、ビッグニュースだぜ。今度の週末は赤城が熱い。エンペラーがレッドサンズとやり合うんだってよ。くー、これ見逃してはねえよ。噂でさ、エンペラーはほらもう一人いただろ、黒いラヘモのやつ。レッドサンズは高橋涼介が出るらしいぜ。なちょっと匠聞いてんのかよ。おい、どうしたんだよ匠。なんでもね。なあ、いつき、匠がボケっとして見えるときはさ、頭の中でなんか考え事してんだろう。ごくごくたまにですよ、そういうときは。本当に何も考えないで、ただぼーっとしてるときの方が、はるかに多いっす。今日の棒は、どっちの棒だ？さあ、でも今日はなんだか変だったっすよ、あいつ。ま、うお、黒のエボスリー！まさか。やっぱりエンペラー。お前、赤城に来ないか。赤城に来て俺とバトルしてみろ。挑戦だ。違うと言ってもお前らには分からんだろうけどな。俺がいつか湖のそばでお前に言ったことを覚えているか。いい腕をしているが、この時代に86に乗ってても先がないと俺は言ったはずだ。その言葉の真意を教えてやるぜ。俺とバトルすれば今まで気づかなかったことが見えてくるはずだ。今日でも明日でもいいから気が向いたら赤城へ来い。レッドサンズとやる前にお前と前哨戦をやってやる。走り慣れたアキナとは違い、あっけないくらいあっさりと終わるだろう。だけどその短い競り合いの中で何かを見つけてみろ。俺の言ってることが分かるなら赤城へ来い。言いたいことはそれだけだ。なんだあいつ、めちゃくちゃ言いやがって。赤城なんか行くことねえぜ、たくみ。分かってますよ。偉そうに言ってたけど、本音は赤城でお前にリベンジしたいだけだ。決まってますよ。ただ、俺はもうアキナではバトルしないって決めてるから。え？レッドサンズとエンペラーの交流戦で盛り上がってる時でなかったら、行くかもしれないけど。たくみ？逃げたと思われんの尺だけど、やめときます。見たぜ、ブンタ。アキナでお前の息子が走ってるとこをさ。あれだけの走りをされちまうとな。そろそろ行くな、このエンジン。ま、そろそろだろうな。どうすんだよ。お前、息子が負けを知るまで新しいエンジン乗せねえなんて言っててよ。俺としても予想外だったんだよな、ここまで引っ張るとは。なかなか負けねえからよ、あいつが。エンジンブローが先か、負けるのが先か。どっちにしろ、例のエンジンはいつでも OK だぜ。あの手紙。茂木のことめちゃめちゃ書いてあった。ベンツに乗った中年の男と付き合ってるって。
しても考え直してはくれないのかい？前橋インター近くのファミレスだってふざけやがって。そこまで言うなら言ってやるよ。親父、ちょっと車使う。ん？ああ。こないだからそのことばかり考えてる。気にしないようにと思えば思うほど気になって、知らないうちにイライラしてる。俺、多分茂木を好きかもしれない。だからバカバカしいけど一回だけ騙されてやる。ここか。ん？ベンツ。ありがとうパパ、夏樹のわがまま許してくれて。凌介とやる前に細かい雑用は全部片付けちまいたいってのが俺の本音だ。ああ、群馬エリアを制覇するのが俺たちの目的だからな。凌介を任してしまえばもう群馬エリアに用はなくなる。かといって秋名での一杯をそのままにしておくのも寝覚めが悪くてしょうがねえ。ウォーミングアップ代わりに軽く八六を蹴散らしてすっきりした気分でメインイベントを迎えたいもんだぜ。今登ってった車、あいつだ。なぜあいつが赤に。